皆さんこんにちは。ちょうどイン大学チャンネルです。で、今回のテーマはアメリカでかなりデモが盛んになって、多くの若者たちが暴動というか、デモの政府から見たら暴動ですけれど、逮捕されても辞さないで頑張って活動しているということなんですね。で、その主な理由っていうのは、アメリカが、いろんな国に対してこう戦争を仕掛けて行くようなシーンをしているということで、そのイスラエルがガザ地区に徹底的に攻撃をして、その弱い庶民が住むところもなく、でいろんな建物が破壊されていくと、その水も下水と浄水の区別もつかなくなっちゃうから、病気も流行ってしまうわけですね。で、栄養がなく、その、インフラもぐちゃぐちゃになり、こう生命体として生きるこう、力が弱まってきていて、逃げ場所もなく、荒れてるから食べ物もないと。で、こういう状況を応援してる、そういうことをずっとやり続けたっていうのはどういうことかということで、アメリカってもともとユダヤ人が多い、国だったと思うんですよ。で、そういうところでユダヤ人に対するこう、尊重とか、それをしないとお金がないので政権が担えなかったという歴史もあるのかなと思うんですけれども、結構こういう、怒りだとか、あとウクライナ情勢に関してもなんかさらに支援をするっていうことを決定したかしたみたい で、それに対して結局戦争を長引かせれば長引かせるほど人々が死んでいくだけだよということで、そういうことに対しても結構怒りを向けているということで、割とそのアメリカが変わりつつあるんじゃないかというような、ちょっとこの、デモに対する期待を持ってしまったんですけど、総裁はこのデモをどのように見てますか？この間5月1日のメーデー、これは日本ではもう労働組合をはじめとしてメーデーをやらないという方向になっちゃってる。しかしヨーロッパにしてもアメリカにしても、デモは今までと同じように続いてるわけ。ということは日本は一番洗脳された弱い国民になっているのではないかと。アメリカはまだ天然の大事で、養殖人間よりも天然の方が多い。特にやっぱり、中米諸国からどんどんメキシコ系で入ってくる人たちは貧困層で、まだ野良犬のような、行動力と、生き残るための必死の行動、努力をする、これがやっぱりエネルギーになるわけです。だからアメリカはまだ活気がある。日本の場合は活気がない。ヨーロッパも一応 デモはやるし、ストライキもやるから、未だにやってるから。日本はストライキなんか絶対やらない。長年50年間ほとんどストライキやってない。ストライキの貯めたお金が何兆円とあるわけ。その何兆円をいわゆる連合の連中だとか、それは労働貴族として、で大盤振る舞いでその金を使ってあぐらをかいちゃってる。だから自民党のパーティー行って、お家持って行ってるわけだし、また自民党が労働組合のパーティーに顔を出すように、労働者は完全に裏切られた、振り飛ばされた労働組合組織、これはアメリカと比べれば、まだアメリカの方が必死に戦おうという姿が感じられるわけ。ものすごいアメリカは世界の中で特に少数の 0.01 が 99.99 を奴隷化して 0.001 が大金持ちになっている。本当の少数の人間が世界の資本を動かしている、その本拠地はアメリカですから。そして世界最大の軍事力と、未だに GDP は世界第一位であると。
まあ、この格差が世界の中で一番大きな国で、不満分子はの方が人口的には圧倒的に多いわけです。そうですね。だからその給料は低い。そうですよね。不満分子はこれからますます暴力化していくだろう。だから暴力化していくことも 0.01 の支配者は承知の上でギャング支配に変えていこうとしてるからね今。多分お金がなくって貧しくなってその暴徒化しても基本的にデモで勝てるってことはまずないわけですよ、うんうん、でそれで日本でも、まあ、そういう左翼運動やってる人たち知ってますから、でそうすると普通にこう例えば 何かストライキやったとかそういうことがあるとその、まあ、その分のまあこうなんていうか妨害された資金をその団体に求めるということをするらしいんですよね、うん、でその韓国でも結構そういうのをやられてて、そうすると銀行口座がこう凍結されてしまうわけですよ、その人が持ってた。そうすると反対運動やってる人たちって海外わかんないですけど、日本ってそんなに金持ちじゃないとか、あと中心になってるのが定年退職した老人とか、いまだにまあそういう人たちは時間があって元気はあるから結構そういう活動してるとか、でそうすると年金がこう差し押さえになるとか、まあ、された人とかもいるみたいで、そうすると他の口座、年金口座も押さえられちゃうから、違う口座を残すために奥さんと離婚して奥さん口座を残すとか、うん、いろんなそういうことをしてて、なんか器物でも破損したらその損害賠償請求とかもされて、そのなんか口座が抑えられてるととにかくそこをストップさせられちゃうから、今そのマイナンバーカードで全部そういうのが筒抜けにこう使用口座を登録するみたいにするとなんかどん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 資金まで抑えられちゃうからできないみたいな状況じゃないかなと私思うんですよね。なるほど、ええ、だから若者ってそういうことの計算がわからないからやっちゃうんですけど、一定そのなんかこう社会人になって生活ができなくなるとこうなんていうか昔だったらその全共闘世代だったらある程度裕福な全共闘もいるからお金を支え合うことができたんですよ。で若い世代になると支えてあげるねみたいな人っていないし、なんかそのもう今の若者の運動とかもそのやってる人と友人だっていう人に例えば大学が君が仲がいいって言うと誤解されるから、そのあんまり喋らない方が損しないよとかそういうふうに言われて、なんか監獄から戻ってきたら友達いなくなったって言って、なんで急に喋ってくれなくなったんだろうって言ったらちょっとあまりにもかわいそうだと思って、一人が実はって言ってこういうことがあったって言ってくれたりしたから、なんかそのこう友達関係をまあこう遮断しちゃって、それでそのまあ孤独にさせていくと、でそういうことをやるとこういう目に遭うんだなと思うから、社会生活するためにしない方がいいっていうことが学ばされていくっていうか、なんかそういう感じなんだと思うんですよね。でまだ日本って豊かだから、そこで運動しなくてもこう普通に大学出てれば普通の就職口はあるだろうというような信用関係が成り立ってるから、だから運動するよりも運動しない選択をしちゃうんじゃないかなと思うんですね。まあ本気で運動するやつおらんでろ今、ええ、だから多分結局前は大義正義でやってたんですけど、うん、今は自分の生活が苦しいとかこうまあ、貧乏になったのは国のせいだとかね、そういうところなんだけど、その本当に貧乏な人ってまだそんなにそこら中にいるわけじゃないから、だからそこが真剣度が欠落して、で大義正義っていうのは何だろう、その今みたいな時代だとそこまで流行らないっていうか、なんていうのかな、こうだんだん若い世代になってくるとそういう政治論議とかそういうものが人間関係を悪くしちゃうから、
どちらかっていうと、どこの居酒屋が比較的お手頃価格で雰囲気良かったよとか、まあ、どこのレストランが美味しいよとか、そういうようなどうでもいい会話の方が人間関係が壊れないとっていうところで、だんだんと話せなくなったということは若い人から聞いてるんですよ。あと、まあ、若い男性のある人は社会問題喋ってると絶対女の人にモテないとかって言って、それで違う話をしての方がやっぱり女性にモテるとか、なんかそういうことで、こう政治の世界っていうのはどうも日本の民族には合ってないのかなという感じですよね。いやいや、戦後の教育でそういう方向へ持っていたわけです。ただ宣伝はもう真剣に、婦人会から、青年会から、あらゆる団体が政治を一生懸命取り組んで、日本の発展を遂げようと、まあ、国民そのものも俺は成功して、故郷に錦を飾るぞという野心的な人も多かっただろうし、やはり前向いてみんな勉強もし、働いてたわけですよ。俺はもう戦後の教育が徹底して知らせた、まあ、いわゆる60年ぐらいから、1960年ぐらいから、まあ、どんどん教師の質が悪くなる、そして文部省の何も無責任なカリクラムを押し付けるだけ、でどんどん4年生の大学を作りまくる、中身からけからけと何もないと、そして教育が利権の場になってきて、文部科学省を利権の場に変えて、森喜朗をはじめとしてですね、みんなそういう利権争いを、下村と森がやってるとか、いろんな利権競争と利権獲得競争と、その利権政治的な争いでお互いに、誹謗中傷して戦う、それに嫌気がさしてるから、文部科学省の役人たちも適当にやりだしたわけ。で教師はもう落ちこぼればっかりが教師になると、就職ができない、会社経営もできない、何もできないから仕方なく教師になろうと、だからもう教育の現場っていうのはもう地獄のような現場になってます。不登校が多いのはそのせいなんです。学校行けば行くほどしリーダーにはなれない教育ですから。そうですね、考えてはいけないよと、命令に従うためによく覚えておきなさいと。記憶教育で地域特育体育のね、バランスも悪い上に、地域に地域知識を覚えることに偏りすぎてる、ね、人物は生まれてこない、指導者は生まれてこない、命令を待って命令が来たら動くという人間が増えすぎたという、だからそれってやっぱりこうなんていうのかな、まあ、先生の言うことを聞きなさいとか、長いものに巻かれなさいっていうことで、上に立つ人に従う習慣だけつけてると、自分を抑えるっていうことだけ学んでいくから生きやすいっていうか、普通に労働する場合には生きやすいんですけれど、その結局その働いた分を、まあ、誰がね取っていくのかと、まあ、言った時に、結局今って日本のいろんな土地が海外の人にこう買われてるとっていうことで、その土地にまあ、お店を、まあ、持ち企業を作りということで海外の人たちが進出してくると、雇用される方が日本人で、土地を持ってる海外の人にまあ、上納金を出していくみたいなね、そういう構造になっちゃってるんですけど、これを見破る能力がもうなくなっちゃってるし、もう見破る能力が全く養われてないから、だからあんまり考えない頭で固まっちゃってるね今、
だから朝来て命令がなければぼーっと夕方まで何もしないわけ。はい、ここへ行ってこういう話してこう言われたら初めて分かりましたと言って出かけるわけ。でもう朝来たら今日は何時から何時まで自分の計画通り動こうというやつは少ない。来たら上からおいこうぜやせと言われるのをただ待っとるわけ。言われなければし今パソコンでいろいろ面白い番組を見て喜んどるわけ。だから非常にこれね発展性のない人間がものすごいおるから、まあ労働効率は悪いはずよ。考えないからよ。そうですね、まあ、ちなみにこうなんか日本の土地が買われちゃうのって基本的にはやっぱり不動産業界の話を聞くと買い手が外国人しかいないっていうかね、だから日本の土地ってその自分の実家の方でもその、まあ、親が住んでましたと各家族でみんな出ちゃってますから、そうすると親が亡くなった段階で誰も住まないわけですよ。でそうするとその土地がもう違うところに子供たち住んでるから特に住む予定はないんだけれど解体するにもお金がかかるからそのまんまになってるとか、であと維持するにもこう通わなきゃいけないわけですよね。そうすると肉体的に大変だから、まあ、最終的には、まあ、売るというところでじゃあ誰が買い手になるのかっていうと外国人が多いと。でそれはなんか外国人っていうか、まあ、とりわけ中国人ですよね、お金持ってるんでこう日本の土地が買えると。で今みたいに円安だったりすると余計買い物として格好だということで、意図的には侵略するとかそういうことじゃなくって、現状のこのビジネスの流れからいくとそうならざるを得ないと。ということでこれがどん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 増えていくとかなり本当にこう完全なる奴隷になっていくんじゃないかなという危機感があるんですけど、どうなんでしょうか。この78年の、まあ、全てがそういう時代じゃなかっただろうけど、やっぱり教育の空洞化、このおかげで日本の経済も、もちろん政治は緊急ファイザーをする、経済は発展しない、それは経済を発展さそうとするようだ、国家戦略は誰も作らないから、まあ、明治の時は渋沢栄一をはじめ、多くの人がこれで外国と戦って、これだけの利益を上げられる、まあ、あられることを考えまくって、追い越せ、追い抜けという形がずっと続いて、焼け野原から19年で東京オリンピック新幹線を作ったんだから、やればできる民族なんだ。ところがだん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 とその脳が命令を待つ脳に出来上がってきちゃったから、まあ1989年のジャパンレポートで総量規制で全て日本の経済を失速さす。だから89年までは半導体の 50% は日本発だった。そうなんですよね。それが今はもう全部日本の技術者がサムソン行き、TSMC に行き、中国へ行き、マレーシアへ行き、シンガポール行き、インドネシア行って、全部そちらへもう日本の半導体は全部引き継がしちゃった。それはこれ以上日本を世界の中で世界最大の債権国家とか経済大国とかにしては昔の戦前の日本になっちゃうと、怖いと、日本民族が恐ろしいということで CIA はロシアプロジェクトはほとんどもうソ連プロジェクトがなくなってロシアを完全に封じ込めたから、今度は日本だと言って日本に総領規制を作り上げて、宮沢三重の橋本龍太郎が、
この3人が日本の経済を失速させたわけ、そこからがもう失われた35年、今場合によって40年と言われるような状態で、失速状態のまま今に至っているわけ、だからこれを元に戻すためにはやっぱり総入れ替えしないとダメでしょうね。そうですね、政治を総入れ替えし、まあ、官僚をもう一回叩き直すと、なんかこう投資をする人、まあ、例えばホリエモンとかってやっぱりあの人投資家だから、こういうまあ産業に上があるんじゃないかとか、そういうまあ考え方を彼とかは知ってるような気がするんですけど、多くの人ってその、まあ、行動成長を遂げちゃった後に何をしたいとか、そういうような目的とか目標とか、これがあったら便利だなとかいいなとか、そういうものを持つ日本人がすごく減っちゃったかなという気がするんですよね。いやだから言ってる、考える力を失った日本人、命令を待つ日本人はもう圧倒的に増えた、しかし命令をする人間がなかなか育たなかった、命令を待つ人間ばかりが右往左往しといても、それ全体が発展しない、命令する人間が自分で考えて構成当てる、命令する人間が多ければ多いほど絶対組織は発展する、考えない人間、だから誰かが考えてくれる、日本の中で考えないからワシントンからの命令を待ってるわけです、日米合同委員会からの年次改革要望書を待ってるわけです、そうすると外国の利益のために我々はその命令に従って外国の利益を上げるために、その下請けをやってるだけなんです、下請けはやっぱりダメなんです、元請けにならないと、でも結構トヨタは割と頑張ってるんじゃないかっていう気がして、そのガソリン そのエンジンってすごい高度な難しい技術を要するから、自動車メーカーでないと作れないらしいんですよ。でところが電気自動車ってのはもうちょっと簡単なんで、そういうアマゾンでも参入できるみたいなねものにしちゃったんだけど、その思ったほど利便性がないというところで今ちょっとやっぱり廃れちゃってるわけですね。でそれで新しい次世代の車っていうところでも、まあ、トヨタって水素発電っていうか水素にまあ力入れてるんですけど、この、まあ、その水素水って結構言われてるんですけれど、その、まあ、人間の体の中でもその酸化物質を還元するのに、まあ、水素がよく出すんじゃないかというところで、その水素を、まあ、体内に、まあ、入れることがその水素水によってどこまで可能かっていうのは結構その抜きやすいっていう、まあ、デメリットもあるので、なかなか大変だったりするんですけれど、そのこう、まあ、H2 というこう、まあ、すごい軽いこの、まあ、電子をこう出してこうエネルギー化するっていうところではかなりその力としてはものすごい威力があるんじゃないかということで注目はされてるわけですよ。だからそのまあ技術家に結構力入れてたりするから、その元々のその分子っていうか原子とかそういうまあ本体が持ってるものって実はまあエネルギー体でもあるわけだから、そうするとまあ、水素のエネルギーに着目するっていうのが、まあ、分子量から考えると効率のいいところに着目してるなと。でただその、まあ、観念とその実際の技術力っていうのはこう格差があるんですけれど、割と、まあ、トヨタいいところまで開発してたりするんで、なんかまた盛り返していくんじゃないかなというふうに私はちょっと見てるところがあるんですよ。いや、まあ、トヨタとか、まあ、超優良企業はね、まあ、ソニーもそうだろうし、いっぱいあると思うんですよ。しかしそれと官民が非常にこの完全な一体感が戦略的にできてないわ、だからトヨタが もっと大きくなる、もっと内容が良くなる、必ずアメリカ系の自動車会社によって
経営者にされるのは間違いないと。なんかやっぱりね、潰そう潰そうとされてるんですよ、トヨタは。いやいや、株価を下げて乗っ取っちゃうという動きも始まってると思うね。だから書類不備だったんじゃないかと、リコール制とか、これ日本の経済産業省が言ってるんだけども、経済産業省はイルカに牛耳られてるし、日米合同委員会の指示で年次改革要望書にもうちょっときちっとあの CO2 対策をやれと、トヨタはダメだと、書類を拷問してるんじゃないかと言って、トヨタを徹底に捜査する。これ誤送先端方式の時代が日本の企業を育てて世界の一位にするいう時代から、世界一位の企業になったやつを日本の行政が今度はケチつけて、そうなんです、潰しにかかってるわけ。だからトヨタいずれに乗っ取られるとは思うんです。あ、そうなんですね、うん、政治とトヨタが一体となって世界戦略を考えてないから、全てがちぐはぐなことをやってると、日本のいいものはでも取られて、悪いものだけ残るという感じになるで、資本的にね、それユダヤ人の方が竹取るよ、そういうの。確かにそうかもしれないですね、いいものは取っちゃおうという、はい、ということで詳しい話ありがとうございました、